おはようございます。もしもです。今回ですね、こちらのルークのライトセイバー使って神秘の次元やっていこうかなと思います。はい、今回ね、使うパーティーはこんな感じですね。まあ自分でセリカ持ってないんで、代わりにパールバティを入れてみました。まあ毒耐性プラスもあるしね、まあ火力も出ると、まあ割と相性はいいんじゃないかなと思います。まあただね、ちょっとセリカに比べてスキルターンが一旦重いのと、まああとね、キドロップ作ってくれないんで、まあ正直セリカ持ってる人はセリカの方が良さそうですね。まあとりあえずやっていきましょう。さあ、ここはとりあえずアリナを変身させていきます。で、少しキドロップを貯めていきましょう。で、ここは五条先生使って耐えていきます。で、ここでノーチラスが変身できるようになるんで変身させましょう。で、まあここね、列分あるんで突破しに行きましょう。まあ別にあと2ターンぐらい、まあ待ってもよかったですけど、まあ突破しに行っちゃいますね。相手がね、おそらくこの左のやつが、まあ、火属性に変化したら、まあ2回ぐらい殴らなきゃいけないんですけど、まあ今回は水属性だったんで結構ね、簡単に抜けましたね。で、ここでパールバティの上のルークスカイを固まるんで撃っていきましょう。で、ノーチラスね、2段階変身できますね、これで。で、レオナ打って回復力を取り戻していきます。まあ、ここね、結構指が短いんで、そこだけちょっと注意で。まあ、あとは適当にこんな感じで、列を組んでいきましょう。まあ、多分ね、火のやつは結構、半分いかないと思うんですけど、他の2体は半分いってくれますね。で、もう1回ノーチラスを変身させて、右の2体を倒していくと。まあ、こんな感じで、ルーレットを書き換えても良さそうですね。じゃあ、こっからはもうノーチラスがループできると。で、ノーチラスのね、変換色が、光を木になんで、まあ、ルーク武器との相性は結構いいですね。で、2階層も突破と。で、続いて3階層ですね。で、別にね、ここはロックが来ても、パールバティで解除できるんで、まあ、指と一緒にね、解除していきましょう。まあ、今回はね、ロック来なかったんですけど、まあ、耐性は全部 100% なんで、まあ、ロックに限らず何が来ても大丈夫ですね。まあ、予想してたよりも結構ね、光は降ってきてくれますね。まあ、HP がね、50% 以上だと、まあ、ジライヤも42億42億と、まあ、パールとね、ジライヤどっちも火力出してくれるんで、まあ、HP 管理と、まあ、特にね、10コンボを意識して、パズルを組んであげましょう。で、ここなんですけど、相手がね、ちょっと、属性がね、変わった後に火なんで、ちょっとね、発狂が怖いですよね。なんでね、こいつが出てきた時は、まあ、結構ね、気を残しておきましょう。まあ、なんだったらね、ここ2発で突破しちゃっても良さそう。で、ここはルーレットを消せないように、列を組んでいきましょう。まあ、2列でどんぐらい削れるのかな？なんか1列で少し削ってから次ね2列で突破とか、まあ、そっちの方が良かったかもしれないですね。まあ、やっぱちょっと発狂は怖いですね。はい、まあ、こんな感じで2列組んであげれば、まあ、しっかりとね火力が入ってここも突破ですね。で、続いて5階層かな。まあ、ここはね木の列だけしっかりと組んでいきましょう。ほい、まあ、こんな感じかな。まあ、ロックで降ってきちゃうんで、まあ、ここはねパールとか使っても良さそうですね。で、ロック解除してノーチラスで木を作って、まあ、火の L 字でも組みますか。じゃあ、まあ、レオナとアリナいるんで、まあ、普通のノーチラスパよりは、まあ、多分ね、回復力は高いですね。やっぱちょっとね、火は硬いですね。まあ、じわじわ削っていきますか。はい、こんな感じで5階層も突破ですね。続いて6階層かな。6階層は暗闇か。今回ね、十字持ってきてないんですけど、まあ、レオナのね、聴覚性を十字にすれば、まあ、暗闇目覚めも一応対応できますね。まあ、せっかくなんで、ルーレットも書き換えていきましょう。あ、結構降ってくるな。まあ、暗闇でね、結構見づらいんですけど、ここはじゃあ無効貫通組んでいきますか。あぶねえ。まあ、無効貫通のね、10コンボすれば、まあ、ジライヤとか特にね、火力出してくれるんで、まあ、列組まなくても結構ね、火力自体は問題なさそうですね。じゃあ、ここはアリナ使って、ワンパンできるのかな。ノーチラス使って、まあ、あとは無効貫通していきましょう。組めてるかな。いや、ワンパンどうだろうな。あ、いけますね。まあ、パールバティだったら、まあ、アリナ使ってノーチラス使えばワンパンできそうですね。続いてエスカマリ。まあ、5、6なんで、まあ、ここは先生は食らわないと。これ2列組んだら突破できないかな。まあ、一応ね、2列組んでみました。火力は問題ないですね。で、固定ダメージも1000万なんで、9階層かな。まあ、サリアも結構ね、楽に突破できますね。サリア。よし、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 よし。まあ、こいつのね、パズル教室非常に厄介なんで、まあ、ここがスキップできるのはでかいですね。まあ、固定ダメージがね、600万以上あれば、ここのね、パズル教室を無視して突破できるんで、まあ、結構ね、神秘のノーチラス適性は高いのかなと思います。あと2回ぐらいかな。おお。あれちょっと待って。あれこれ多分固定ダメージで圏内入っちゃいましたね。まあ、マジかよ。そんなことある？うわぁ、惜しい。マジかよ。マジかよ。いやもうここはちょっと、もうジライヤ打つしかないですね。まあ、せっかくね、固定1000万でパズル教室しなくて済むとか言ってたら、もう逆に固定ダメージで圏内に入っちゃうっていうね。うわぁ、これはショックだな。しかも暗闇で全然パズルできないしな。じゃあここはレオナで返していきましょう。
もうびっくりだマジで。回復しっかり消して、まあ、これはね半分まで削っちゃえば水なんで結構楽そうですね。じゃあ半分まで削ったんで、パールバティ使って、ノーチラス使って、どうしようかな。先にルーレット書き換えてから殴っていきますか。じゃあここで倒していきましょう。まあ、2列組めば倒せるかな。あ、列無交換通とどっちがいいんだろうな。まあでも2列かな。まあ10コンボもいったしね。突破できるんじゃないでしょうか。よし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 。で、続いて11階層ですね。ここは、神結びと。じゃあアリナで回復していきましょう。なんかここもワンパンできそうだけどな。まあ、一応2列組んでいますね。もう発狂圏内だけは勘弁してほしいな。うん、水も降ってきて、これで結構微妙いぞこれ。そう、 HP 半分にされちゃったな。まあでも多分いけるかな。ちょっと暗闇が厄介ですけど、まあここで倒しに行きましょう。いやー結構降ってくるな、やっぱり。で、続いて12階層ですね。まあ、ここはひたすら無効貫通を組んでいきましょう。まあ、多分ね、列組んじゃうと、そんなに火力出ないんで、まあ、ここは無効貫通の方がいいかな。あ、無効貫通分ないな。無効貫通分ないんで、今回は列で消していきます。わーお、結構光降ってきちゃった。あ、そうだよね。やっぱり、無効貫通しないと全然火力は出ないですね。で、ロック来たら、パールバティでロックを解除していくと。で、まあ、こうやってね、ルーレットが作られちゃったら、まあ、回復をね、列消しして、まあ、消していきましょう。あと2ターンか。まあ、暗闇目覚めもね、そろそろ終わるんで、これは列無交換通分あるかな。いや、ないな。ギリギリないな。これでどうだ。あ、惜しいな。まあ、でも、ここで無交換通組めばいけそうですね。まあ、列でもいけるかな。どうだろう。まあ、でも一応、無交換通組んでおきますね。いやー、ボスはちょっと水アルバートは、ちょっと勘弁だな。やっぱロック解除が、まあ、こいつしかいないからね。まあ、木かなー。木が一番楽だと思います。うわ、水かー。困った。困ったー。パールバティ3ターンなんだよな。じゃあもう常に木を残して消していきましょう。まあ、弱点属性だから削りすぎちゃうんだよな。まあ、あえて列で消さないっていうのも結構いいかもしれないですね。まあ、そうすればそんなに多分火力も入んないんで、まあ、結構耐久もしやすいのかなと思います。あー、ロック来ちゃった。いや、結構ダメージも痛いですね。まあ、でもね、列消ししなければそんなに削りすぎることもないんで、まあ、半分いく心配はなくなりそうですね。あー、くそ、キー消しすぎた。くそ、地雷やロック解除ないのか。うわー、待って、やばいな。盤面に木ドロップが5個しかなくなっちゃった。いや、くっそ、こいつが2ターンだったら、ちょっと落ち込んにかけるしかなさそうですね。いや、待ってよ、列の落としてどうやってやんだ。俺わかんないぞ、列の落とし方。あ、終わった。終わったー。待って、頼む。攻撃してこない、あれありましたよね、行動。これ、あ、終わったわ。もう水はやめてくれ。もう頼むから水はやめてくれ。もう、こいつかー。そうだよね、こいつ途中で火になっちゃうから結構ダメージ与えにくくなっちゃうんですよね。まあでも五条先生もあるし、まあ多分勝てるかな。だ、2列組むとね、どれくらいダメージが入ってくれるかな。まあ、割と入ってくれますね。はい、これで半分いったかな。半分いくとね、またさらにダメージが与えにくくなるんで、結構厄介ですね。はい、次ね、攻撃来ちゃうんで、ここは五条先生の武器使って耐えていきましょう。でね、また7ターン猶予ができるんで、この間に倒しちゃいましょう。もうあと2発ぐらいかな。いや、まさか発狂はないよね。俺一回も引っかかったことないけど。じゃあここはアリナ使って、ジライア使って、で、ノーチラス使って、最後ね、突破しに行っちゃいましょう。10コンボ入ったんで多分いけるでしょう。よし、
クリアですね。いや硬かったこいつマジで。はい、というわけでね、今回はルークスカイウォーカーのライトセーバー使ってみました。まあ、結構ね光も思った以上に降ってきてくれて、まあ、最初にもね言ったんですけど、ノーチラスの変換色が光を気になんで、まあ、かなり相性は良かったですね。まあ、ノーチラスねよく使ってる人で、まあ、ルーク当たった人は武器にしてみてもいいんじゃないでしょうか。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録をしてってください。バイチャアディオス。